今回は始まりましたアマチュアチャンネルです。今回はですね、まあそうですね、触れないわけにはいかないので、まあ YouTuber ですから、そういうね、やっぱこういうことってちゃんと話さなきゃいけないとは思うんですけど、まあ全てを知ってるわけじゃないんで、まあ結論から言えばそうですね、長嶋先生が昨日発表されました、タダ呼びをやめるという発表をしました。まあこれは、長嶋先生のツイッターに書かれている通りです。それは、はい、でそうですね、そこにもある通り、そう、寸大の圧力とかそういうものではありませんので、間違えないでください。あの、僕は多分前にツイッターで世の中には圧力があるんだなって言ったのは、あの寸大のことではありません。これは全く別の話なんで、まあ世に出ていくとなると、まあいろんなね、タダ呼びのことをよく思わないね、会社があったりするっていうのは、それはもうあるんですけど、寸大のことではありませんので間違いないでください。はい、他の先生たちとかともないです。別にあの誰も仲悪くなったとか一切ありませんので大丈夫ですし、あの、そうですね、一部の視聴者がいろいろ言ったからだとかっていうのもですが、そういうことではありませんので、まあ一言で言うと大変なんですよ、この毎日動画を上げるっていうのは。そういうことだと思ってください。まあ何かしらの発表は、タダ呼びの方でなされてると思うので、僕はその理系チャンネルは何もやってはいませんので、まあ、結構僕は何でもやってると思ってる人いるんですけど、そんなことはありませんので、まあ、そういった形になると思います。まあ、数学の、先生どうするんだっていうのは、まあ、いずれ何かしらね、その辺のことは発表するとは思います。そうです。やっぱり、どんとタダ呼びがね、広、ね、みんながこう、タダ呼びをボーンって広めてくれて、くれることってやっぱ大事だと思いますんでね。まあ、それはちょっとね、引き続きお願いしたいなと思ってます。そういった形になります。まあ、一言で言えば、まあ、お疲れ様でしたということしかできないですね。本当に夜中までね、仕事をしてくれていましたので、朝方まで本当にやって、くれてましたからね、毎日のようにね。それでいて普通のね、授業もありますから、まあ、本当に大変なんですよ。皆さんが見ているのは短い時間ですけども、あの1本の動画ができるまでにやはりものすごい時間とね、労力っていうものがかかっていますので、大変だったと思います。本当にありがとうございましたというか、まあ、お疲れ様でした。僕もそのね、大変っていう気持ちはよく分かっていますんで、まあ、お互いね、大丈夫ですかみたいなね、心配をしながらやってきた感じになりますね。なんで、僕自身はね、それで長嶋先生をこれからもね、応援していきますので、ね、タダ呼び理系の方もね、まあ今若原先生一人でやってますが、まあこれからきちんとやっぱりまあね、数学、そしてまあ別の教科もね、増やしていかなきゃいけないと思っておりますんで、ね、やはりまあ繰り返しになりますが、ね、やっぱタダ呼びを大きくするためには、やっぱ皆様が広めてくれることが必要です。やはりここが思ったよりも大変であるっていうのがありますんで、よろしくお願いします。本当に。見てくれたね、皆様も本当ありがとうございました。まあ、動画が残るのか消えるのかっていうのはちょっと僕にはわからないです。その辺のことは、その辺のことはどうなってるのかとかは全然わからないので、まあそういった形になってます。はい。まあいろいろ、皆さんもあるとは思うんですが、こういう形になりました。まあ、長嶋先生、タダ呼びともにですね、引き続き応援してもらえればありがたいんじゃないかなと思います。はい。そういった形になります。はい、ご視聴ありがとうございました。